ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は食べれば食べるほど若返る方法について解説します。ダイエットをしているのであれば痩せるだけでなく若返りたいと考えている人がほとんどのはずです。お客さんと話をしていても体重を落とすだけでなく若くて綺麗になりたいという人がほとんどというふうに感じています。実際私の考えとしては若くなることとダイエットはほぼ同じ方法だというふうに考えています。若くなるということは体力的にも外見的にも良くなるということです。そして体力的外見的にも良くなるということは血流や肌の状態をコントロールしているホルモンや自律神経のバランスが整っていないと難しいと言えます。簡単に言うと健康的な状態にならないといけないということです。何度もお話ししていますがダイエットというのは健康が前提にあって初めてうまくいきます。なので若返る方法イコール健康的なダイエットと考えることができるんですね。今回の動画を見ることで若返るための基本的な知識が理解できるだけでなく若返るために必要な食事のポイントまで知れます。若々しくなりたいという人はぜひ動画を最後までご覧ください。内容としては食事と若返りの関係性についてお話しした後若返るために意識すべき食事のポイントを5つ挙げて解説します。では内容に入ります。まず非常に重要なことからお話しします。食事と若返りの関係性についてです。若々しくなるためには睡眠やストレスなど様々な要因を考えなければいけないんですが中でも食事というものは若返りと非常に深く関わっています。食事が若返りや老化に影響する一つのメカニズムとして慢性炎症が挙げられます。慢性炎症とは体で起こった炎症が長引いてしまっている状態です。こうした慢性炎症が細胞で起こってしまうと細胞の働きが悪くなってしまって機能低下が起こってしまいます。めちゃくちゃ簡単に説明するとですね明らかに目につくトラブルはないんだけどなんとなく調子が悪いっていうような状態が細胞で起こってしまうんですね。病院で検査しても何も明らかな問題が見つからないのになんとなく体がだるい疲れやすいといった状況が細胞レベルで続いているようなイメージになります。そしてこうしたですね慢性炎症が老化や若返りに大きく影響しているんです。例えば肌の細胞で炎症が起きて弾力を作るコラーゲンやエラスチンなどがダメージを受けるとシワやシミなどができる原因になります。また肌細胞の中のメラノサイトが影響を受けるとシミやくすみに表皮細胞が影響を受けると乾燥肌になるなど慢性炎症っていうのは美容面にとって大きなダメージを与えることになるんです。このように慢性炎症があるとシワやシミ、くすみ、乾燥肌といったような肌トラブルが生じやすくなります。女性であればこれを聞くだけでも慢性炎症がいかに美容面にとって良くないかということがわかるのではないでしょうか。さらに慢性炎症が続くと血糖値を下げたり脂肪の蓄積を促したりするインスリンというホルモンの効きが悪くなるインスリン抵抗性と呼ばれる状態になります。インスリン抵抗性は体内で過剰なインスリンを作って肥満になる原因となるため慢性炎症になると体型的にも太って崩れやすくなるんですね。このように慢性炎症になると肌の細胞や肥満に関わる体の機能が落ちてしまって外見的な若々しさを保ちにくくなるんです。そしてこうした慢性炎症には寝不足やストレス、運動不足といった生活習慣の問題も関わっているんですが食事も大きく関係しています。なので慢性炎症による老化を予防改善するためには慢性炎症を抑える食事をすることがとても重要になります。つまり慢性炎症を抑える食事というのが若返る食事になるんです。そこでここからは慢性炎症を抑える食事のポイントを5つ挙げて解説します。慢性炎症を抑える食事のポイント、1つ目は食欲のコントロールです。慢性炎症を抑えたいのであれば食欲のコントロールを徹底してやるようにしましょう。食べ過ぎは慢性炎症を悪化させるからです。当然なんですが食べ過ぎてしまうと余分な脂肪が体についてしまいます。過剰な脂肪っていうのはですね実は炎症を促す物質をたくさん作ってしまうことになるので食べ過ぎて太ってしまうと慢性炎症っていうのはどんどん悪化することになるんですね。また食欲が乱れていると後から話をするような慢性炎症を促す食材っていうのを食べない方がいいって頭で分かっていても食べ過ぎてしまうことになります。こうしたことを防いで若々しさを保つためにも食欲のコントロールってのは最優先事項になるんです。食欲のコントロールに関しては十分な睡眠をとって炭水化物を中心としたバランスがいい食事を心がけることから始めてください。規則正しい健康的な生活が食欲コントロールを高めて食べ過ぎによる慢性炎症の悪化を防ぐことにつながります。慢性炎症を抑える食事のポイント、2つ目は欠食せずに規則正しく食べるです。慢性炎症を抑えたいのであればできるだけいつも同じ時間に規則正しく3食食べるように意識しましょう。
血色は体へのストレスを強めて慢性炎症を悪化させるからです。不規則な食事や血色をすると体はエネルギー不足になってしまうためストレス反応が起こることになります。エネルギー不足っていうのは危機的な状況なので体の中がパニック状態になってしまうっていうことなんですね。そしてパニック状態になって起こるストレス反応っていうのは炎症を起こす大きな要因になります。そのためいつも血色などの不規則な食事をしているとストレスによって慢性炎症を悪化させることになるんです。もちろん先ほど話したように食べ過ぎっていうのも炎症を強めることにもなるんですが、血色も慢性炎症を悪化することになるっていうことを知っておきましょう。体に負担をかけないベストな食べ方が3食になるので、できるだけ規則正しく3食食べるように意識してみてください。慢性炎症を抑える食事のポイント、3つ目は炎症を促す食材を避けるです。食べ物の中には慢性炎症を強める食材ってものが存在します。例えば砂糖ってのは典型的に慢性炎症を強める食材で、砂糖を摂りすぎると体内で慢性炎症が悪化するということが明らかになっています。砂糖ってのはもうあなたも知っての通り血糖値を急激に上昇させやすい食材になります。この砂糖による血糖値の急上昇が体内で慢性炎症を強めてしまうことになるんです。なので砂糖がダメというわけではありませんが、砂糖がたくさん入っているようなお菓子を減らしたり、料理に必要以上に砂糖を使ったりしないように意識していきましょう。他にもジュースや植物油脂、加工食品、アルコールなども慢性炎症を強める食材になります。なのでこうした食材をですね、日常的に食べないように意識することが慢性炎症を抑えて若々しさを保つ秘訣になるんです。慢性炎症を抑える食事のポイント、4つ目は炎症を抑える食材を積極的に食べるです。先ほど話したような砂糖やジュース、植物油脂、アルコール、加工食品など慢性炎症を強める食材とは逆に、食べることで慢性炎症を抑える食材っていうのが存在するんですね。例えば緑黄色野菜や果物などは典型的な例になりますが、これらには炎症を強める酸化と呼ばれる反応を抑える作用があります。酸化とは細胞が錆びるというような変化であり、体内で酸化が起こるほど炎症ってのも悪化することになります。野菜や果物に豊富に含まれているビタミン A やビタミン C、ビタミン E、ポリフェノールといった成分にはこうした酸化を抑える抗酸化作用というものがあることが分かっています。また野菜や果物はカロリーが低く満足感も得られるので肥満予防という効果も期待できるんですね。特に現代人は野菜や果物の摂取量が少ない傾向にあるので、こうしたですね、抗酸化作用や抗肥満作用が期待される野菜や果物っていうのは積極的に食べることが若返りのためには重要になります。慢性炎症を抑える食事のポイント、5つ目は一口を小さくして30回噛むです。慢性炎症を抑えたいのであれば、食事の時は一口を小さくしてしっかり噛んで食べるように意識しましょう。噛むことで食べ過ぎを防げるだけでなく、消化不良による胃の炎症を抑えることができるからです。まずよく噛むと満腹中枢が刺激されるので自然と食べる量が減ります。当たり前ですけど、食べる量が減ると体重増加を予防できるので肥満による炎症の悪化を防ぐことにつながります。また噛まずに食べるとその分だけ胃に負担がかかってしまい、胃で炎症が起こりやすくなるんですね。なので逆によく噛んで食べると胃の負担が減って胃で起こる炎症ってのを抑えることにつながるんです。こうしたことからですね、食事ってのは一口をできるだけ小さくして一口30回噛むっていうことを意識するようにしてください。最初は難しいかもしれませんが、意識して噛むようにしていると噛まないと飲み込めなくなるようになるので、ぜひですね、咀嚼っていうのは意識して食べるようにしてみてください。どうでしたか？若返りを意識した食事というのは、食欲のコントロールや規則正しい食事、咀嚼など健康的なダイエットに必要な要素そのものと言っても過言ではありません。逆に食欲のコントロールを無視したような無理やり痩せるダイエットっていうのはリバウンドだけでなく必要以上の老化を招くことになるんです。もしですね、今日挙げた5つのポイントっていうのを意識できてなかったのであれば、やって損することは一切ありませんので、ぜひこの機会に意識して実践してみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。では、また。